今回は SBI ・バンガード・ S&P500 ・インデックスファンド、相性 SBI ・バンガード・ S&P500 の購入方法をご案内いたします。ログイン後、画面上の「投資・積立をクリックします。画面下の「ファンドを探す」にファンド名を入力して、右側の検索ボタンをクリックします。 今回はバンガードと入力してみます。入力したら、右側の検索ボタンをクリックします。SBI バンガード a d S&P500 を探して、右側のオレンジ色の購入積立ボタンをクリックします。まずはファンドの概要を確認します。 購入方法は2つございます。通常のお買い付け、スポット購入をご希望の方は、画面左側のボタンをクリックします。定期積み立てをお考えの方は、画面右側の赤い、積み立て申し込みボタンをクリックします。今回は例として、積み立て申し込みボタンをクリックします。この画面が表示された場合は、 青い文字で表示されている SBI バンガード S&P500 をクリックします。内容を十分にご確認いただいた上で、オレンジ色の「確認しました」のボタンをクリックします。続けて、オレンジ色の「すべて閲覧済み」のボタンをクリックします。 積み立て頻度は「毎日」をお選びいただき、続いて、積み立てる金額をご入力ください。今回は例として、100円と入力してみます。続いて、内容をよくお読みいただき、ご理解いただいた上で、「はい」にチェックを入れて、緑色の「次へ」ボタンをクリックします。 設定内容に間違いがなければ、緑色の実行すす。るボタンをククリックします最後に画面中央の「積み立て申し込み状況」ボタンをクリックして設定結果を確認しますこのページで申し込みができていることが確認できれば毎日積み立ての設定は完了です 続けてスマートフォンでの SBI バンガード SP500 インデックスファンド SBI バンガード SP500 の購入方法をご案内いたしますログイン後画面のメニューボタンをタップします次に投資信託をタップします続けてファンド検索をタップします 検索するワードを入力します今回はバンガードと入力します入力したら右側の検索ボタンをタップします SBI バンガード S&P500 を探してオレンジ色の購入積立ボタンをタップしますまずはファンドの概要を確認します 購入方法は2つございます通常のお買い付け、スポット購入をご希望の方は、上の上2つのボタンをクリックします。続いて、定期積み立てをお考えの方は、一番下にある、積み立て申し込み画面へのボタンをタップします。今回は例として、積み立て申し込み画面へのボタンをタップします。 この画面が表示された場合は、SBI ・ヴァンガード・ S&P500 のリンクをタップします。内容を十分にご確認いただいた上で、また十分にご理解いただいた上で、緑色の「確認しました」のボタンをタップします。続けて、緑色の「すべて閲覧済み」のボタンをタップします。 この画面で、投資積み立ての設定内容を入力します。積み立て頻度は、毎日をお選びいただき、続いて、積み立てる金額をご入力ください。今回は例として、100円と入力してみます。最後に、確認事項がございます。内容をよくお読みいただき、十分にご理解いただいた上で、はいにチェックを入れて、緑色の 次へボタンをタップします。設定内容に間違いがなければ、緑色の実行するボタンをタップします。最後に、画面中央の積み立て申し込み状況ボタンをタップして、設定結果を確認します。このページで申し込みできていることが確認できれば、毎日積み立ての設定は完了です。 SBI バンガード S&P 500インデックスファンドをマネックス証券で購入するには講座解説が必要です。ご購入を検討されている方は説明欄にあるリンクからお申し込みください。なお、講座解説、維持費は無料です。